ヨハン・ルート・ビヒクリストヨハン・ルート・ビヒクリスト1776年からロードハイム1786年からクローンベルクイムタウノスのルター派の牧師として働いた生殖者として働く傍ら果樹栽培や養蜂などの農業の分野の研究と実践を行ったクローンベルクで小規模農民の訓練を組織し果樹栽培法など果樹に関する多くの書物を執筆した 著書は、好評を博し、果樹園芸学の標準的なテキストとなり、クリストは果物牧師と呼ばれることになった。昆虫学の分野では、蜂の研究を行い、蜜蜂と蜂と蟻の自然史、分類、命名法を表した。昆虫学の著書の扉、ありがとうございます。